例えばスパイファミリーだったらアーニャとかロイドってこういう風な行動をしないよねとか、こんな感情は持たないよねってことを逐一この監督だったりとか脚本家の方に伝えて、キャラが間違わないように、細かくチェックはしております。欢迎收看迷成品 YouTube。 Hello 大家好，我是孙庆月，今天要跟大家来用不同的角度聊漫画。首先今天呢要先来推荐 Spy Family 这部漫画。那 Spy Family 呢是远藤达哉老师的作品，它的剧情呢其实就像书名一样，就是讲 Spy 跟 Family， 就是间谍跟家庭，讲一群角色像间谍一样互相隐瞒自己的身份组成家庭的故事。我会推荐 Spy Family 的原因呢，是因为它的设定非常有趣，因为间谍其实并不是我们在生活中可以很容易见到的，那它等于是用一个比较非写实的设定哦，但是是去讲一个现实中我们人与人之间非常纯粹或是非常基本的情感，那这个东西哦是我觉得比较难办到的，这也是我会推荐这部作品的原因。Spy Family 现在在台湾很受欢迎哦，那我觉得它会这么受欢迎的特点，那第一个受欢迎一定是好看嘛，那它的剧情啊或是角色的设定都非常好。那我自己觉得还有一个原因是因为它的受众可以拉得非常广，因为 Spy Family 是属于喜剧的漫画，那像喜剧漫画的作品类型哦，有的时候会常常比较锁定在特定的族群，但是因为 Spy Family 讲的是亲情跟友情，而且它的笑点呢是比较属于轻松的，不管是大人跟小孩都可以看，所以它的受众可以拉到很广，那我也是认为它是这部作品可以这么受欢迎的原因。那如果你是只看过 Spy Family 动画的人呢，我很推荐去看漫画，像我自己认为哦，漫画跟动画其实是不一样的东西，原作者其实是有的时候是不会参与动画的制作过程的，那所以漫画才是原汁原味的，可以去呈现作者他的精神跟理念。像 Spy Family 的漫画，包括远藤达哉老师的一些分镜的构图啊，或是像他怎么样去设计对白啊的对话框等等，我觉得都有他的巧思在里面，所以我是很推荐大家如果喜欢动画的话一定要去看一下漫画。接下来推荐的作品呢叫做岩泉，那岩泉是藤本树老师的作品，那跟上一部介绍的 Spy Family 比较不一样，因为岩泉是比较属于比较黑暗然后猎奇且奇幻风格的复仇漫画。藤本树老师这个作者跟一般的漫画家比较不一样，比如说尾田荣一郎老师的 One Piece， 那他的主轴可能是热血友情努力，那或是说在看剑上创老师的进击的巨人的时候，他可能是比较黑暗悬疑，然后可能会带一点感伤。可是像藤本树老师的作品哦，你看完他的漫画你会发现你无法用任何一个风格去定义他的漫画，因为藤本树老师的风格就是他会不断的去打破自己的结构，然后会一直跳脱自己原本的风格，你会常常看到的时候会让读者觉得哇怎么会这样，这个作者是不是疯了，但这边的这个疯了是称赞的意思哦，总之就是一个非常非常有特色的作者。然后我觉得不管是 Spy Family 或是岩泉哦，都是非常非常有趣的作品哦。除了两部漫画都很好看之外，其实他们还有个共通点，就是他们都是同一个编辑，就是由林世平编辑所负责的作品哦。那大家可能听到漫画编辑会疑问说，编辑到底是做什么的？其实漫画编辑哦非常重要。漫画编辑主要的工作内容哦，其实就是辅佐漫画家能够顺利把漫画画出来。听起来好像很简单哦，但其实非常辛苦哦，因为漫画家跟我们一样都是人，那人有的时候也会累啊，有的时候也会懒惰，有时候也会心情不好，有时候甚至想不到接下来要画什么，但是编辑呢就是要想办法让漫画家可以在连载的时间内把这个原稿交出来，甚至有时候还要帮漫画家想分镜稿啊，想接下来连载的内容啊等等。总之呢，我们能够这么幸福的看到这些好看的漫画，其实有很大一部分的功劳就是归功于漫画编辑在背后所付出的努力。我现在的心情非常的哇酷哇酷，因为我们今天邀请到了林世平编辑一起跟我们分享一下他平常编辑的工作内容，以及对现今的漫画市场有什么样的看法。林世平编辑你好，我是孙清月，初次见面。はじめまして。はじめまして。可以请您先跟台湾的书迷朋友们打个招呼吗？啊，
はい、台湾の読者の皆様、いつも、僕の担当作スパイファミリーやチェンソーマン等々を読んでいただいてありがとうございます。海外の方に読んでいただけるの本当に心から嬉しいと思っております。好，那想请问林世平编辑老师，身为这么多知名漫画家的编辑哦，有没有觉得能够成为一名出色的漫画家，有没有什么必要的条件或是共同点？そうですね。那僕は自分自身のことその素晴らしいとはちょっとまだわからないんですけど、一人前のその普通の編集者になるためには、まあ、時代にちょっとそぐわない話かもしれないですけど、ハードワークが必要なのかなと思ってます。結構作家さんが朝から晩まで働いてらっしゃるんで、なんかそれに報うというか、それと同じぐらい真剣に仕事と向き合うことが大事なんじゃないでしょうかというふうに思っております。那想请问林世平编辑是什么时候开始决定自己要走向漫画编辑这条路，以及在当编辑这么久以来，有没有过那种成为漫画编辑真的太好了的想法？あ、はい、日本の大学3年生って基本的にみんな就職活動して始めるんですけど、その頃に、まあ、別に漫画の編集者になろうというふうに思ったわけではなく、普通にその就職活動しなきゃいけない時期なのでして始めて、まあ、その受けた会社、受かった会社の中に主演者があったので、その時に漫画の編集をやってみようかというふうに思ったのが一番最初で、仕事をしてて良かった瞬間は、基本的にはもうその本が出た瞬間はこの数ヶ月数年の仕事が形になるので毎回嬉しいことではあるんですけど、やはりその多くの人に届いた、まあ、今回みたいに台湾の方にインタビューされるような機会とか、世界の、まあ、別の国でも別の文化の方でも楽しんでもらえるものをお届けできたんだなっていうのは嬉しいですし、作家さんのお仕事、まあ、それをお手伝いして一緒にその作品をお届けして多くの人に楽しんでもらえることが、まあ、楽しいことだなと思っております。那想再问一下林世平编辑老师，很多资料显示连载的漫画家睡眠的时间都非常少，那想问一下身为一个漫画编辑，在最忙的时候大概作息是什么样子的？一番忙しい時は寝てる時以外は全部仕事してますね。で、睡眠時間はだいたい5、6時間で、それ以外は基本朝から晩までもう本当にベッドに入って寝る瞬間まで働いてますね。それが一番忙しい時ですかね。なんかその、ま、もちろん漫画のネームのお返事だったりとか、その入稿校了作業みたいなのはあるんですけど、忙しくなる時ってのはその基本的にはメディア展開がある時なんですね。アニメや舞台やゲームの監修業務が入ってくると、ちょっとこう労働時間が過重になってって、まあ、それの脚本だったり企画書だったりを全てチェックした上で打ち合わせを重ねなければいけないんで、忙しくなるかな。プラスアルファ、その要はまだ連載をしていない新人さんたちのネームはもう365日いつでも届くので、未来の作家さんたちにその期待を置くのであれば、その人たち その作品の返事をあまり待たせるわけにもいかないんで、その辺がこうガーってこう集中すると、寝てる時間以外は基本的には、だからまあそうですね、7時、まあ、6時間睡眠プラス1時間飯だとして7時間から18時間労働ってことですかね。那想要问林世平编辑哦，身为一个编辑，有没有认为成为一名好编辑的本分应该是什么？自己有没有什么座右铭啊，或是信条之类的？まあ、作家と作品に可能な限り寄り添うですかね。まあそうですね、作家さんにとってそのベストなことをなるべく探して、自分ができることをしてあげる、まあ、ご提案できることだったり注意してあげることだったり、まあ、ある種ちょっとこう家族みたいな感覚でその人に対して接することで、また作品に対してもその作品が多くの人に届く、その作品がより面白くなることのために日々行動するっていうことですかね。对于改编动画的过程中，像是声优啊，或是配乐等等环节，自己有什么坚持吗？或是有什么注意的点呢？一番って聞かれると、そのやっぱ脚本になっちゃうんですけど、脚本段階でその元々の作品が持っているキャラクターのキャラクターらしさみたいなものが削られたり、間違った形で表明されないように。アニメがオリジナルが入ってしまうっていうのは、もしかしたらそのものによっては仕方ないことなのかもしれないんですけど、例えばスパイファミリーだったらアーニャとかロイドってこういう風な行動をしないよねとか、こんな感情は持たないよねってことを逐一この監督だったりとか
脚本家の方に伝えて、キャラが間違わないように、細かくチェックはしております。了解。那最后是一个问题，就是因为 Spy Family 在台湾其实是非常受欢迎的，可不可以请林世林编辑对于台湾的读者们说一些话呢？啊，そうですね。そしたら、まあその漫画自体で知っていただいたのか、アニメで知っていただいたのかわからないんですけど、まずは読んでいただいてありがとうございます。Spy Family って作品はヨーロッパをモデルにしている作品ではあるんですけども、特定のこの国というのはなくてですね、あまりその宗教的なパーツ等々が作品に込められているものではないので、僕としてはどこの国、どこの文化の方が読んでも、面白いと思ってもらえるものになっているのかなって、思っておりますんで、なんていうんですかね、まあ、スパイと殺し屋ってなかなか、その、なんていうんですか、応援というか、いいぞというふうに言い難いことだと思うんですけども、まあ作中内でのキャラクターたちも苦悩をしながら、ご自身の仕事とか、生き様に苦悩しながら、仕事をしているので、まあ全世界の、なんかこう、なんか日々苦悩している人たち、嘘をつかなきゃいけないとか、仕事のためになんかこう自分を犠牲しなきゃいけないみたいな人たちが、ちょっとでもなんか、彼らの生き様を見て勇気を持ってくれたら嬉しいなと思ってますんで、ぜひね、これからも変わらず楽しんでいただけたら嬉しいです。最後の最後、我自己有一个私人的请求、就是恋巨人里面有一句台词非常有名、就是主角有讲过一句叫ヤッタ。那我知道、林志明編辑也很喜欢这句台词、可以能够亲眼看到林志明編辑老师演绎一下这个ヤッタ这句台词吗？なんか恥ずかしいですよね、すごい。なのでちっちゃく。やったーやったありがとうございます、はい、ありがとうございます。哇塞，今天真的是超紧张的，因为我一直都是林世平编辑老师的粉丝，那也非常感谢林世平编辑，今天让我们可以了解到编辑他们后面的工作是有多辛苦的，以及这个业界啊对于漫画的一些专业的看法。那除了今天介绍的岩泉跟 Spy Family 之外，其实林世平编辑老师也有负责过很多很多很有趣的作品，像是胆大党啊、地狱乐啊等等的作品，如果喜欢看漫画的朋友都非常推荐你们可以去找来看看哦。喜欢今天的影片内容吗？想要看更多的说书影片吗？立刻订阅迷车品 YouTube 并开启小铃铛。那么我们就下次见咯，拜拜。